アンジェラ・ W ・リトルは、ロンドン大学インスティチュート・オブ・エデュケーションの名誉教授。開発途上国における、初等教育政策と実践、教育計画、学習計画の評価で知られる、以下の7分野を主たる対象としている。教育政策、計画、評価に関わる、政府系機関、多国間機関、非営利機関のアドバイザーを務めており、 その中にはスウェーデン国際開発協力庁、世界銀行、イギリス国際開発省、ユネスコ、国際労働機関、報道財団、ユニセフ、オーストラリア国際開発庁が含まれる。業務を行った国としては、日本、中国、インド、エチオピア、ガーナ、ジンバブエ、スリランカ、バングラデシュ、マレーシアが挙げられる。1987年から2010年まで、 ロンドン大学インスティチュート・オブ・エデュケーションで教育学と国際開発学の教授を務めた。その前はサセックス大学インスティチュート・オブ・ディベロップメント・スタディーズでフェローの地位にあった。石膏大学とフリンダース大学からは名誉教授、加藤市半大学から指導教授、サセックス大学からは名誉フェローの名誉称号を受けている。 ロンドン国際開発センターの創設メンバーでもあり、ヤングライブス計画のインド、エチオピア、ベトナム、ペルーの1万2000人の子供の継続的調査に、対する国際指導グループの議長を務める。社会科学アカデミーの会員、イギリス国際教育、訓練フォーラムの理事でもある。著者あるいは編集者として、数多くの書籍、小論、6つの学術史特集記事、 数多くの学術誌掲載記事、協調書の章、レポートを手掛けている。また、1982年のザ・ディプロマ・ディジーズと1996年のクオリフィケーション・チェイスの二つの映画の制作にも関わっている。ありがとうございます。